先ほど練習の中でもコーチの役割について教えていただいたんですけど、そのコーチと監督との役割とか目的の違いとかを教えていただけたらと思います。うん、はい。まあ、ここまで自分が海外ではありますけど、はい、その、まあ、プロサッカー選手をやって、で監督通訳をやって、でアシスタントコーチをやって、はい、で本当半年だけジェフでは強化部スカウトって言って、はい、選手をスカウトする役割もやったんですよね、はい、でまあ今監督にはなったので、はい、まあ比較的いろんな仕事はやらせてもらったんですけど、うん、コーチと監督の一番の違いはもうはっきり言うと決断ですよね、はい、決断、うん、でコーチっていうのはやっぱり、まあ、フィジカルコーチ、キーパーコーチ、はい、アシスタントコーチ、うん、いろいろありますけど、まあ、自分がそのクラブもしくは監督から、はい、まあ、与えられた受け持った仕事を専門的にやるのがコーチの仕事ですよね、うん、はい、監督っていうのはもう選手とそのコーチ陣スタッフも含めて、うん、そこの全体をマネジメントするのが監督なので、うん、僕がコーチから監督になって一番感じたのはコーチの時はやっぱ決断することは少ないんですよ。自分が受け持ってる分野の準備をする、はい、例えば自チーム分析、試合が終わったら自分たちのチームのがどうだったのか、うん、うまくいったのはどこか、うん、修正点はどこかの分析をするとか、はい、もしくは、攻撃の分析をしてくれって、うん、オーダーされたら攻撃に特化したことをやるとか、うん、例えば練習の一部分、はい、最初のパス練習とかね、うん、そういうことをやってくれって監督に言われた時はそこをやるとかってなるんで、まあ受け持った任されたある一定の部分の決断をしてこういうことをやろうってやるんですよね、うん、監督になるとそこが全部スタッフに何やってもらうかとか、選手誰が試合に出ていくべきなのかとか、スケジュールはどうなのかとか、記者会見で何言うのかとか、まあじゃあクラブのフロントとはどういう話をするべきなのかとか、来年はどういうチームにするべきなのかとか、いい練習場をね使わせてもらうために、そこの市長に挨拶に行ってどういうやり取りをするべきなのかとか、そんなところまでですか。そうです、細かく言うともうそれぐらいあるので、なので本当に一個一個決断量が増えるという、そこがやっぱり全体を任されてるっていうのが一番の違いですよね。あ、うん、全体を任された上でそれも決断して決めていく。そうですね、うん、でもこれはまあ僕が J1 も J2 も J3 も経験させていただいたんで、はい、そこの違いも出てくるんですけど、J1 クラブになると本当に各分野にコーチがしっかりいるんですよ、はい、例えば、まあ、スカウトがいて、はい、ヘッドコーチがいて、アシスタントコーチがいて、なんならアシスタントコーチが2人いて、さらに分析コーチもいて、でフィジカルコーチもいて、キーパーコーチもいて、はい、でトレーナーも2人3人いてってなるんですけど、これがやっぱり J2 クラブ J3 クラブになると1人で2つ3つ掛け持ちすることになるんですよね。もうそのコーチの組織図自体が変わってくるってことですか。変わりますよね、人数も変わりますし、うん、なので相手の分析もしながら、うん、自分たちの、うん、映像も編集しながら、うん、例えば練習の導入部分もやったり、もしくは、コーチ自身がウォーミングアップもやったりとかっていくつも掛け持ちになったりして、でそれが監督、はい、監督も掛け持つ場合があるんで、へ、うん、例えば監督自身が、選手を探しにスカウティングに行く時もありますし、はい、監督自身が次の対戦相手の映像を見たりする時もありますし、自分たちのチームの分析映像編集もやったりもするんで、うん、やっぱり一人何役もやるのが
J2、 そしてさらに J3 クラブの監督でもありますよね。はい、すごい。そうすると一概に監督とコーチってこうですねっていうことは言えない。リーグにもよるし、はい、クラブにもよるので、その配置と人数と組織との作りが全然それぞれ違うってことですね、うん、そうですよね。と役割も変わってきますよね。だいぶ変わりますね、うん、監督業として一番大事なのは何なんですか。やっぱチーム勝たせることですね。あ、まあ、今即答しましたけど、はい、あのチーム勝たせる、ただそのチームを勝たせるために何が必要かっていう分量とかがクラブやリーグによって違うので、うん、ね、あの J1 クラブで本当に信頼できるコーチが各部門にたくさんいれば、あの監督はね、そのコーチに何をしてもらうか考えることがメインになる監督もいるでしょうし、ね、そうではなくてほぼほぼ自分で分析したり、自分がトレーニングをする監督はほぼほぼ自分がやることが監督業である監督もいると思いますし、あ、じゃあ一口に監督って言っても全然その環境とかそれぞれので違うってことですね。はい、そうですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。